で、あとはこれをね、さっくりとね、はい、和菓子お兄さんです。はい、今日はですね、めちゃめちゃ美味しい草餅、よもぎ餅の作り方でございます。やっぱりよもぎって言ったらですね、あの草の香りですよね。春の香りを告げるあのよもぎのふわわわわわっていうね、あのよもぎの香り、めちゃめちゃ美味しいでございますよね。ということで今日はですね、レンジでめちゃめちゃ簡単にあっという間に作れて、それなのに歯切れが良くてトントンっていうね、こう食感を楽しめるね、めちゃめちゃ美味しいよもぎ餅の作り方っていうのを、もう初心者でも絶対作れちゃうっていうレシピをね、今日はねご紹介していきたいと思います。はい、じゃあですね、早速作っていこうと思います。あんとね、もう簡単レンジレシピなので結構ね、あっちゅう間にできてしまいます。まずはですね、白玉粉を 50g 量ります。そしたら水をね、 100g 量ります。でそしたらね、これをね、ちゃんとね、綺麗に白玉が溶けるように混ぜていきます。こんな感じでね、綺麗に溶けました。まあ、先にね、水と白玉粉を溶かしておく理由っていうのは、白玉粉はね、砂糖とか余計なものが入っちゃうと、こう、水で溶けにくくなっちゃうんですね。で、先に水で溶かしておくと、簡単にね、綺麗に溶けるので、先に溶かしておきます。で、そしたらですね、あとはですね、砂糖と上新粉を測っていきます。砂糖が 80g ですね。そしたら上新粉をね、50g 量っちゃいます。したらばですね、この上新粉と砂糖をね、綺麗に混ぜてあげます。こうね、ちゃんとね、混ぜてあげるわけでございますね。うん、さらにね、ちょっとこれでもちっちゃかったかな、ちょっと混ぜづらいですね。で、そしたら混ざったら、この白玉粉にこれをね、入れちゃいます。こうドバッと一気に入れていいです。で、これを混ぜていくと、はい、こんな感じでね、綺麗な感じにね、混ざればもう大丈夫ですね。いい感じに混ざりました。綺麗ですね、綺麗に混ざって。そしたらですね、この乾燥よもぎをね、こう 8g 量っていきます。まあ、ぶっちゃけですね、この乾燥よもぎってもう自分毎回見るたびに思うんですけど、なんかこう掃除機から出てくるホコリみたいですよね。いや、こういうね、掃除機のホコリありますもんね。こうよくなんか出てきた時にこういうなんか塊出てきますよね。で、毎回思うんですよ。でもこれ激うまのよもぎなんでね、激うまのよもぎ餅になるんで、もう掃除機と一緒にしちゃダメです。そういう人見かけたらぜひ怒ってあげてください。もう絶対ダメなので、ね、で、測ったよもぎをね、こう白玉粉に入れていきます。で、あとはこれをね、さっくりとね、こう綺麗に混ぜていきます。こう混ぜていくとね、よもぎが溶けてくるので、こうね、しっかりと混ぜてあげます。よもぎのいい香り、ほら、こんな感じで綺麗に溶けてきました。はい、めちゃめちゃいい感じにね、もう生地ができました。これでなんとおしまいなんですよ。え、あっという間じゃないですか。え、草餅と、それなのにこれが最高の草餅に変わってしまうわけですね。草餅のいい香り。ということでですね、あとはレンジにかけるだけです。ということで、レンジに入れてね、かけていきます。はい、チンなりました。あらららららら、お餅です、これは。はい、こんな感じでね、お餅ができております。ただですね、これですね、またですね、混ぜてあげるんです。こうやってしっかりとね、混ぜてあげて完成なんでございますね。結構ね、お餅がですね、結構硬いので、こうしっかりね、混ぜてあげることが大事ですね。こう結構力いりますけど、こうちゃんと揉んであげることで生地がね、滑らかになって美味しくなるので、こうね、頑張って揉んであげます。はい、めちゃめちゃ美味しそうなね、よもぎたっぷりのね、お餅ができました。こいつは楽しみです。ということでですね、今から包んでいきます。そしたらですね、あんこをね、20g にちぎっていきます。これもね、20g とは言ってもあくまで目安なので、大体ですね。で、あんこが柔らかい場合は、こうフライパンでね、ちょっとね、沸騰させて、あの硬さ調整してあげると、こうね、ちぎりやすくなります。まあ、ちょっとやばいぐらいだったらね、こう別にこのまんまでも大丈夫ですね。はい、こんな感じでつぐりました。つぐりましたってなんやね、ちぎりましたですね。で、そしたらね、こう片栗粉をね、こうチラチラチラーっとね、ある程度でいいので、ね、散らしていきます。
で、あとは草餅をここに置いていきます。よもぎ餅がめちゃめちゃあったかいですね。こうもちっとしてね、こうもちっとして、でもね、中がね、結構あったかいんですよ。あーなんか触ってて、これめちゃめちゃ気持ちいいんですけど。いや、もうめちゃめちゃ気持ちいいんでね、ずっと触ってたいんですけど、そうも言ってらんないとね、これを 35g にちぎっていきます。はい、こんな感じでね、ちぎりました。だいたい7個から8個ぐらいできますね。いやーもうめちゃめちゃこのよもぎのこの、すごいですね、このよもぎ感、半端じゃないです。これは絶品なよもぎ餅になりますね。で、そしたらですね、麺棒でお餅をのしていきます。こんな感じでね、ちょっと粉をつけてあげて、お餅をね、ここ真ん中に置いちゃいます。ちょっとね、これがね、こう割れてたりするとあんまり良くないので、この大体でいいので、ほんと大体でいいです。大体でいいので、こうやってね、綺麗にね、丸めてあげるといいかもしれないですね。で、ちょっとコロコロして、こんな感じで軽くしてあげて、こんな感じで置いてあげます。で、これをね、こう、あと押すだけですね。こうビヨーン、ビヨーンとね、押すだけで大丈夫です。はい、こんな感じでね、綺麗に乗せました。いい感じに乗せてますね。なんかバッチリ綺麗にね、綺麗な小判型、小判型ですね。小判型にこうね、綺麗にね、乗せました。で、そしたらですね、これをね、簡単にでいいので、軽くね、ハケでね、取ってあげます。自分はハケ持ってないので、ちょっと手でハケじゃねえな、粉取ってるんですけど、まあ、できればね、ハケで取った方がいいんじゃないかなと思います。で、あとはですね、あんこを乗せていきます。ここに、こう、ポンと置いてあげて、で、あとは包むだけです。はい、ということです。今日はですね、よもぎたっぷりなね、こう草餅を作ってみました。いやー、香りがたまらなーい。ということで、食べてみましょう。いや、よもぎ、すーごいよもぎです、これ。おいしい。いや、なんて言うんですかね。もう大自然、大草原の中を、こう、全裸で走り回ってるような、そんなね、レンジで、もう腰と歯切れを出せるって、ほんとね、なかなかないと思うので、これをね、レンジで作れるって、ほんとね、すごいと思いますよ。めちゃめちゃ美味しいね、この草餅になってます。ということで、マジで絶品で、めちゃめちゃ美味しく簡単にできるね、草餅なんでね、ぜひ作ってみることをおすすめします。ということで、チャンネル登録とグッドボタンもぜひよろしくお願いします。バイバイ。